はい、イケメンだよはい、というわけでですね、続きましてこのサイトの使い方を説明したいと思います。まあやっぱ具体的にね、説明した方が分かりやすいので、とりあえず私の動画を探すところからスタートしましょう。はい、まず一つここにあるのは新着動画ですね。はい、私も、毎週1本は上げてるので、ここから探すっていう手があります。はい、そしてこの次に人気講義ランキングというのがありますね。はい、で私の動画はですね、今こちらに4位でありますので、ここを押してもらえば、いけるというのがあるわけですね。はい、押すとか言ってね、ドスコイみたいですね。はい、というわけで、最後、こちら一番、サイトの一番下にですね、この講義を検索っていうのと講師を検索っていうのがあるわけですね。はい、でこちら講義を検索の中には科目があります。普通の検索ですね。そして講師っていうのはカリスマ予備校講師、塾学校の先生、町の教師、知能トースのチューターというふうになってるわけですね。このカリスマ予備校講師っていうのは、他の予備校でも非常に高い、人気を得ている先生たち、実力のある先生たちがここに集まっているわけです。で、塾学校の先生っていうのは、まあそういう知名度的にはそんなにないかもしれないけれども、非常に実力のある先生方がまた集まっていると。ね。で、町の巨匠っていうのはちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、例えば、我が、ティノポソのチューターにはですね、タクシードライバーをしながら世界史を教えているというか、先生がいらっしゃるわけですね。はい。または、ティノポソのチューターっていうのは、例えば私のように、家庭教師とか、または学生で実際今、大学に通っている方々が教えているということになるわけです。はい。で、まず、私のドスコイ数学を調べるということで、この数学をクリックしていただくと、こうやって動画が出てくるわけですね。はい。で、これ出てきました。で、まあ、とりあえず、これを、目的のあったらこれでいいんですけど、またはこの私の名前をクリックしてもらえれば、この私が動画、投稿したやつが、こう全部ありますので、こうなってるわけですね。で、まあ、じゃあ、せっかくなんで、一番最初の動画を見てみましょう。というわけで、酒井翔太のドスコイ数学パート1、三角関数が見つかりました。はい。で、これをクリックすると、いよいよ動画さ、ね、ページに行くわけですね。はい、こちらに動画あります。で、まあ、見方は非常に簡単でですね、こちらの三角ボタンを押せば動画がスタートします。では、実際見てみましょう。はい。はい、はじめまして。ちょっと待って。はい。これだとちょっとね、小さいんで、じゃあ、どうやったらね、大きく見られるかというと、この、止めた状態ですと、ここにメニューが出てきますね。で、もう一回三角ボタンを押せば再生なんですけれども、この一番右端にこの拡大ボタンがありますので、こちらをクリックしていただくと、でかくなりますと。ね。はい、じゃあ見てみましょう。はい。ドスコイ数学の酒井でございます。はい。今日は第1回ということで、まだ、はい、誰でも、はい、数学で、こう、ね、三角関数を、ご説明したいと思います。はい、まずは本当にね、基本的な事項から説明しますので、皆さんに説明してください。まあちょっと、はい、まずこのシータですね。はい、シータはどういうものかというと、まずね、このはい。まあ、ちょっと面白いだけでね、ちょっと不快なのでやめましょう。というわけで、こんな風にやると、でも今ちょっと直しちゃったんだけど、ここを大きくした後は、この右端を今度もう一回押していただければ、またさっきのに戻るわけですね。はい。で、大体動画は30分ぐらいになっています。はい。で、これを、見終わった後は、この下にですね、評価があります。感動した。先生についていきます。これが最高の評価。で、だんだん下がっていって、Mac で言えばビッグ波、Mac 並み分かった。スタバで言えばトールサイズくらいの満足度。まあいいね。吉永で言う波の授業かなと。ね。で、皆さんが感動した度合いに合わせて、これを評価してあげてください。でね、皆さんよかったら私の動画、感動した。押してくれると嬉しいな。ね。どすこい。というわけで、はい、これをやってください。というわけです。ただしですね、一つこれをやるには条件がありましてですね、これ、私たちのチノポスの会員になってもらわないとダメなんですね。というわけで、ここの、最初のトップのところにですね、行った後に、これはもうちょっとログインしてる状態か。だから、これでログインって、新規登録っていうのがありますから、こちらで、登録してください。決して変なメールを送ったりしませんよ。はい。でですね、あと、戻れないかな。はい。さっきのここのサイトですね、もしこれが、ちゃんと登録していたらですね、この講義に対して、てかこの先生に対して質問を送ることができます。ね。まあ、皆さん、基本的にはチェックしていると思うので、そこでこう、やりとりができると。その距離の近さなんかも、うちの動画サイトの、いいところだと思います。はい。で、まあ、この辺でですね、まあ、使い方は以上となるので、次の動画で今度は実際にどうやって勉強していったらいいかというのを説明させていただきたいと思います。それではありがとうございました。どうもございました。